皆さん価値観があるので、それはお客様とまあニーズを伺いするときにオーナー様の価値観をできるだけ共有できるように、私も自分の価値観をお伝えしたりとかして、イメージしながらできるだけその家族が寄り添えるお家っていうのを作ろうと思ってデザインしてます。このリビングだったらどこに座るかなとかですね、ここの空間使うのかなとか、あの人だったらどうするかなって思いながら作ってます。お客様の顔が見えないとなかなか間取りができないです。同じ家も同じ土地も世の中に1個もないので、この土地だからこういうところがいいとか、こういうところがデメリットだとか、オーナー様でも気づかないところがあるので、自分なりに読み解いてその土地に合った建物っていうのを提案する心がけています。昼間とか夜のとか天気がどうかとかによっても違うので、気になるたびにできるだけ足を運ぶようにしてます。物を作るの好きなんですよ。ちっちゃい時から秘密基地作ったりしてたんで、最初箱だけで作るんですけど潰れるんですよ。ほんで潰れたのかなって言いながら柱つけたりとか、雨に濡れる手が潰れるんで、じゃあブルーシートかぶせようかとか、今思うとなんか家作りやってたなと。新しいものを常に切り開くっていうような感じの設計で、とっても頼りになって、窓の開口の作り方とか、すごい大開口の空間とか、大迫力のあるリビングっていうのを作られるのと、照明とかの演出もすごい綺麗で素敵なリビングをいつも作っていると思います。彼のいいところはやっぱ仕事がやっぱ好きなんだと思います。やっぱり設計するっていうことは普通の感性ではないですよね。だから逆にこんな発想もあるんだっていう、お客様から言われたことだけをやっぱやっていても信頼が得られないので、逆にこういう案はどうですかとかっていうのをやっぱり出せる設計、やっぱりお客様からやっぱりすごい信頼されるという、まあ、まさにそれが彼だと思いますけど、本当に設計士さんとして素晴らしい人で、すぐさま絵に描いて提案していただいたんですよね。もう30分もっと言わなければ元の時間をずっと何も喋らずにこう図案を描いてはるんですよね。まあその熱心さというかに非常に惚れ込んで、まあ素晴らしい人に巡り会えたと。まあ、オーナー様が100人いれば100人違いますし、土地も100軒あれば100軒同じ土地っていうのはないので、価値観もそのオーナー様それぞれ100人いれば100通りの価値観がありますので、あまり私はこういうお家を作りますというよりかはですね、そういった方に寄り添える、その人に染まれるような設計士でありたいなというふうには思ってます。家作りをされているご家族の良き相談相手であること、それが私の理想の設計指導です。